ございます。さあ、それでは早速トレーニングに目を移していきましょう。今皆さんの目の前のプールには一頭のシャチがやってきています。まずはご挨拶です。潜り込んでこちら側へと近づいてきました。水中カメラに顔のドアップを披露です。こちらのシャチは名前をアースと言います。アースは現在15歳の若いオスのシャチです。アース、バッチリだったよ、ありがとう。ベラと舌を出して皆さんにご挨拶することができましたね。再びトレーナーのところに戻ってきました。ご褒美として魚をもらいます。さあ、続いてはアースがダイナミックな種目を披露しますよ。トレーナーの合図を見るとプールの中へと潜り込みました。皆さんはこちらのステージ近くにご注目ください。見事なジャンプが決まりました。今回の公開トレーニングはアースが頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。ではアースの紹介が終わったところで、シャチとは一体どのような生き物なのか映像を使ってご紹介します。大型画面をご覧ください。シャチは世界に約90種類生息しているクジラやイルカの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮の辺りまで泳いでいったんです。ではそんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチはまさに海の王者の名にふさわしい生き物です。では再びトレーニングの様子を見ていきましょう。皆さんの目の前で大きな胸びれを振っていますね。シャチの胸びれは丸い形が特徴です。この丸い胸びれの中には私たち人間と同じように5本の指の骨が入っています。そのため今のように器用に動かすことができ、泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を果たしています。当館の北館2階進化の海のコーナーでは、大型画面に映っていた写真のような骨格標本を展示していますので、ぜひ探してみてくださいね。続いてトレーナーから合図が出ると、くるっとひっくり返って仰向けの姿勢を取りました。実はこの姿勢で健康管理の一つである体温測定を行っています。ではどのようにして測るのか写真をご覧ください。このような姿勢で細長いセンサーを肛門に50センチほど差し込むことで体温を測ります。シャチの体温は35度から36度くらいと私たち人とほとんど変わりません。当館では1日に2回体温を測ることでシャチたちの健康管理に役立てています。さあ、胸びれに続いて尾びれを披露していますね。アースの尾びれの幅は2メートルととっても大きいです。この尾びれを上下に振る
泳ぐ時の推進力を得ています。トレーナーと比べるとその大きさがよくわかりましたよね。アースはまだまだ成長段階です。これからも大きくなります。アースが食べている1日の魚の量はなんと90キロ以上です。さあここでトレーナーの手にタッチ、一度深く沈み込みます。ここでアースの全身をご覧いただきましょう。ステージに上陸です。体長は 5.9 メートル、体重は 3.3 トンもあります。現在日本で飼育されているシャチの中で一番体が大きいんですよ。ではアースの体の紹介が終わったところで、ここからは世界中のシャチたちの狩りの様子を映像でご紹介したいと思います。大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここにはサケばかりを狙って食べるシャチが住んでいます。続いてこちらはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。続いてこちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはコククジラの親子がたくさんやってきます。シャチが親から子供を引き離してしまいました。そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力して海軍を合わせ大きな波を起こし、アザラシも海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものも持っていたんですね。さあ再びトレーニングの様子を見ていきましょう。アースとトレーナーは皆さんの目の前の大型画面下あたりにいます。ここからはアースの大きな体を生かしたダイナミックな姿をご紹介します。トレーナーから合図が出るとプールの中へと潜り込みました。ジャンプを披露します。助走をとってまずは左側で1回目中央あたりで決まりました。もう一度助走をとって右側あたりで2回目順調ですね。ぐんぐんと勢いをつけて奥の方で3回目高さが上がってきました。もう一度ジャンプしますよ。左側にご注目。失礼しました。右側でジャンプしましたね。4回連続で決まりました。うまくできたのでトレーナーからたくさん褒めてもらいましょう。温かい拍手ありがとうございます。当館ではホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚を与えています。この後アースが種目を披露すると、前から3列目4列目までにお座りのお客様には大量の海水がかかります。
水は海水ですので十分お気をつけください。アースはトレーナーと一緒に皆さんの目の前のプールの右端の方へと移動してきました。続いてもジャンプの合図が出ています。深く潜り込んでいます。アースはトレーナーの近くでジャンプをします。勢いをつけて名古屋港水族館でごゆっくり過ごしください。